誰よりも腹立つ。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手はチョキで、左手もチョキで、塩ピッピー、塩ピッピー。自爆スイッチ、君のはどこにあるんだろう。教えてあげるよ、君だけの自爆スイッチ。ポチ。わあ、もうこんなに桜が綺麗に咲いてきたんやな。あそこで道端に出てしまったひよこ、助けよるワニがおるな。ん？おい、車が気づかずにこっち行きよる。危ないぞ。どうやら無事だったみたいやな。だっせえな。控えちまったのかよ、おい、何情けない顔してんだよ。俺は鉄火団団長オルガアイツカだぞ。お前ら止まるんじゃねえぞ。いけないんだ、いけないんだ、先生に言うてやろうって言ったやつ殴ってやろう。ちょっと、ねえ、誰か知りませんけど、どなたか存じませんけど、お世の前に立つのをやめてもらっていいですか。ねえ、ねえ、丸かぶりなんですけど、もうほとんどかぶってるんですけどね、俺見えないんですけど、あと俺と全く同じ動きするのやめてもらっていいですかね。ねえねえ、死ぬのは嫌だ、生き抜いてやる。ガッバ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 ーバ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 ーガッガッガッ。とあるところに食パンがいました。その食パンは実はフランスパンに生まれたかったと思っていました。それを見たパンの神様が、よし、お前のことをフランスパンにしてあげようと言い、食パンに対して魔法をかけました。その魔法にかかった食パンはみるみるうちにバケツプリンへと変身しました。そのバケツプリンを見た近所のクソガキが大きなスプーンを片手に、バケツの中のプリンをすべてぐちゃ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 ってぐちゃぐちゃにかき混ぜてしまいました。そのクソガキが将来日本の重要なポストを任されることになるとは、当時の周りの大人たちは知る由もありませんでした。
わあ、塩ピッピー、俺のおじ、塩ピッピーから手紙来てる。4月4日と10月4日。ああ、お互いの誕生日や。ああ。なんでこんな文章にしたんだろう。なんかプレゼントあるな。なになに？何くれた？羊な服。ああ。you